はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはよう。というわけで、モスサンタトライジやっていきます。まあおはようみたいな感じでね、ちょっとフレンドリーな感じで、何言ってるかわかんねえ、しびれのまま行く落とし穴とおかくま水玉と、まあこんな感じのアイテムで、クエストはイビル蒸気が凍土に満ちる狂気、ジョジョイビルですね。嘘ですけど、でステータスが、回線のボマーとつけて、まあ、大和極意識のお守りが、性能5その2です。んじゃ行きましょう。とっとと行こう。そうしよう。よし。ジョジョイビルは久々ですね。イビル蒸気がジョジョイビルと初めて行ったな。で、だいたいイビル蒸自体がものすごい久しぶりで。うわー、寒い部屋に来ると心拍数が上がる気がする。なんか何だろう、なんか心臓の鼓動が聞こえるっていうか、心臓がなんか鳴ってるのがわかる。若干苦しいな心臓病をなんか患ってるとか全然ないですけど、なんかでっかくないっすか。よし、じゃあやっていきましょう。でっかくオープンみたいな感じかな。はい。で、胸に攻撃を当てて行く感じかな。で、ダメージ稼いで、怒り状態にしたら顔ぶった切っていく感じかな。いい感じかな。顔面に爆発したけど。よいしょ。で、これで、顔面の縦位置で、あー、もう当たらないっすー、シュン、危ねえ。なんでしたっけ、今の地震がうざいんですよね。踏みつけるタイミングと、地震のタイミングが全然違うんだよーで、もういいよーで、危ないよーで、なんでそんなに食らうのかな？なんで？ここにいてそんなに食らうって変だって。だからもう、おかしいって、お前のその攻撃力が異常。きっとお母さんも、ジャイアンのお母さんみたいに怖かったんだろうね。4-5、あれ4-5って噛みついてこないのかよ。気分次第みたいな感じかな？なるほど。やはりモンスターにも気分というものがあるのか。私もね、まあ、気分次第で実況を撮る気になったり撮んなかったりね、しますけど、わかりますよ。そういう意味で、イビルジョーさんの、あなたの気持ちいい、気持ちいい、うわぁ、ほぼねぇ。あれですね、よいしょ、打ち消しの実は持ってきておりません。なので、ブレスを食らったら、死んだ方がマシです。本当に属性がゼロになると、やる気が一気に失せるんでござる。ちべぇ。で、怒ったので、今です。ちょっと、踏んでちょっとしてからなんですよね。この当たり判定は。うるさいうるさい。メニューを拡大しなくていい。多分踏んでちょっとしたタイミングで回避すると、やべ、何やってんの俺。性能ついてんのに回避できないって。救いようのないな。多分踏んでから回避すると、多分性能なしでも回避できると思う。で、これは懐に潜って、キラージャープを試みましょうか。カヤンマが死んだ。なんで、危ない、おすげえ地震ともに、地震とあれを、どっちも回避できるんだ。ギリギリのタイミングで今ちょっと回避したら、素晴らしいですね。で、さっきから落とし穴持ってきてるのに全然使ってませんけど、落とし穴使うのは疲労が来てからかな。これ俺の戦略っつうか、なんか俺のイビルの借り方ですね。当たらないんだよね、これがもう素晴らしいで、横に切りまーす。あ、光か。よいしょ。このなんだろう。性能ついてなくても今のタックルを回避できんのは、この短い、可愛く出た手と頭の、なんか、首ら辺に向かって回避すれば当たりませんよ。今の、突進じゃなくて、なんつんだっけ、タックルね。タックル当たりません。そんで未だ白ゲージなことを僕はすごい恥ずかしいと思っている。よーし。これで一気に攻撃を畳みかけるわけなんですよ。まあ、残念ながら弱点とこついてませんけども。まあ、それは気にせずに。で、チャヤマホームティーもらい、お前らいいタイミングで回復してきたじゃねえかよ。おい。今は若干テンションが高いのかな。さっきまでは全然もうなんか、喋るのがめんどくさいぐらいテンション低かったんですけど、今は高くなりました。なんでかはわからない。実況を取れることがね、すごい嬉しいんですよね。最近は勉強を頑張っているので、あまりモンハン自体ちょっと練習できたりしないんですよね。ちょっとランスの練習をしているっていうか、まあ、しているところなんですけど、まあ、それも一時、休止というか、やめて、そうですね。
まあ、YouTube の活動はやめないですけど、ちょっと更新がね、不定期になったりすることがあるかもしれん。受験一週間前とかは、もう完全姿くるまします。で、横に回避で当たらないんだよな、これがバーン。で、キラジャップ。あぶた、当たらないの、素晴らしい。今日ハンター神回避を連続しますね。こんな素晴らしいハンターを見たのは久々だ。で、画質が、すごいと。よーし、よしよしよし。で、頭に切ります。ちょっと、まずい。このブレスがね、性能1ついててもね、正直ね、回避するのが怖いんですよね。で、怒ったら肉です。このタイミングで私は肉を置きます。よく眠った後に方向避けでね、落とし穴とかかける方いますけど、あれはなんかちょっともったいない気がするんだよね。怒りだと短いじゃないですか。時間が落とし穴の。なので、自分はこのタイミングで生肉を食べさせて、疲労が来た時に、あれします。落とし穴をやります。お前ら絶対に起こすなよ。ね、いい子でしょ、いい子でしょ。そうだ。よいしょ。で、今のなぜペイントボールで、起爆しなかったのかというと、回避を見せつけたかったんです。ズバリ言うとね。けど性能維持ついてるんで、別に何のかっこよさもないんですけどね。ちょっとまあ、あまり、性能がついて 100% 回避できるのに、ペイントボールで起爆するのは逆にちょっとダサいというか、そんな感じなんで。やりませんでしたっす。で、踏んだら回避。踏んだら回避っすよ。どっこいどっこいだよ。で、キラージアップ、当たりましょう。当たりません、当たりません、なんであれで切れるっしょ。怒りませんで、これね、胸に切り込み隊長を入れて、で、あー、早いと思ったけど素晴らしい性能1の力だな。なんか正直、っていうことはさっき、今のタイミングで回避できるってことは、さっきのタイミングで回避できたのかな。あ、じゃない。性能ついてないタイミングで、さっきまで回避してたってことなのかな。で、まだ飛躍とか飲んでないんで、ちょっといい感じじゃないですか、これ。イビル城を5分張りで倒したことなんかないんですけど、なんかトライGのイビル城はちょっと若干つまんないんで、足らないんですけど、なんだろう、まあいい感じのタイムじゃないかな、これは。多分今6分ちょいと過ぎぐらいじゃないかな。おーおお、ぴったしぴったし。6分ちょっと過ぎでしたね。てか、もう7分入っちゃったな。もういいや。まあ、実況はタイム関係なしに自分は楽しくやってるんで、楽しければ OK です。実況は。ちょっとなんだろう、ガチ動画的なのはタイム優先ですけどね、もちろん。どこの昼見それわからないっす。おっしょ、あいてあれがムカつくんだな、もうなんで緊急回避すんの。ここで痺れかけようか、じゃあ。で、いい感じになると思うよ。今怖かったよ、俺は。シルバー怖かったよ。で、正直この痺れ中って、タチどうやって攻撃すればいいんだ？こうやってやればいいのかな？ちょっとタチのこの痺れ中は正直困るんですけど、なんだろう、まあ、こうやって胸に縦2でも当てていれば、ダメージは稼げると思うので、これで行きましょうか。で、このズンズン、これを当てます！よしよしよし。まあいいや、方向は鼻から捨ててました。で、大砲も、打ってもらいたいところなんす。イビル城ギガはスラッシュアックスで行くとなんかいい感じで枯れそうですね。こうなんかなんだろう、剣モードのさ、突進切りみたいなのをさ、顔に当てて行くとなんかいい感じに枯れるんじゃないですか。そうすれば弱点を攻撃できるっつうことがあるから、特攻つける意味もありますよね。ありますよーだ。エリチェンしました。多分5分張りでクリアするのは無理だと思うんですけど、なんでホットドリンクが8分ぐらいしか持ってないの。なんか寒いのにもう2種類あるんですよ。普通に寒いのと極寒っていうウカムルバスがいたエリア、極限だったかな、極限かな、あのエリアは普通の寒さよりも少し寒いんですよね。そんな感じで寒さにもな、2種類あって、となると暖かさにも2種類あるという、感じなんですけど、多分それで今、落とし穴じゃなくてあれが8分ぐらいになったんじゃないかなと思う。
多分合ってるんじゃないかな、これで。痛いっす。なんで当たらないの、素晴らしい。ヒュッヒュッヒュッ、よいしょ。で、もうこれでチャンバホが当たれば多分捕獲できるんじゃないかな。行きましょうよ、捕獲。よいしょ。お前らさ、投げなくていいからさ、それ。この前、投げて、ひるんだよな。なんか、あの、なんだろう、チャヤが投げてる、あの、団子みたいなやつで、殺されると嫌だな。せいぜい殺されるんでも、大砲がいいっていう。よーし、じゃあ捕獲ちょっと挑んでみますか？だけど、無理しないでもうちょっと攻撃しよっか。今です。よーし。これね、性能、さっきからなんか回避のタイミングがバリバリ合ってるんですけど、性能つけてきた理由はですね、今のブレスが怖いんですよね。回避できればかっちょいいけど、食らうとダメージ量もばないし、竜属性がつけられるっていうのが、ちょっと非常に嫌だったので、あれしてきました。落とし穴じゃなくて付けてきました。あれを、性能1をつけてきました。今です！よーし。で、これで、引っ掛けて、切り、横に切る。なんかあんまり、当たらないっすね、横切りが。多分、もう少しちっちゃいイビルなら、当たるのかもしんないけど。じゃあ、これでもう捕獲しますか。先行かけて、おーし、お前らいいタイミングで出てきたじゃねえかよ。ナイスです。おーし、ナイス、イビルも。これで捕獲できるんじゃないか？ねえ。ちょっと揺れるなよ、もう。まずいんだって。ひょん、捕獲できません。捕獲できません。じゃあもう殺すしかないか。邪魔だよ。オッケー。まあまあ、でも、動画的にはね、殺害する方が面白いと思う。個人的に。危ない。なんかイビルのトライジーのイビルはあの噛みつきの範囲が、なんか、懐にいても当たることがたまにある気がする。あれ疲労きてますね、これ。よーしよしよし。一気に攻撃を畳みかけるっすよ。見とけやー、先行ちゃーのー。ちょっと今、捕獲できてるかー、心配だったー。じゃない、録画、たまになんか録画ができてないことがあって、録画ができてないイコール一人で喋ってるってことになるんですよ。それが本当に寂しいんですよね。実況してるつもりで一人で喋ってたってことです。さて、そろそろラストだぞ、お前。お前の寿命もそろそろ尽きてきた頃だろう。2番にエリチェンするだろう。そっちか。あれ、でもそっちにエリチェンして食べるもんあったっけ？ガウシカかなんか食べるのかな？ポポしか食べてるとこ見たことないけどな。イベルジョキ側は。さてと、何やっての、どこへ行きましの。ガウシカですね、あれ。いや、多分赤年金出てたんで、足に、爆発を当てて、行きましょうか。ちょっと無理して気はぎりを。あれ、なんでかなあれ、爆発したっしょ、今。うるさいし。爆発したのに今。あれ？なんで？で、疲れるんですか？そうですか。で、いや、私落とし穴拾う。落とし穴じゃなくて落とし物拾う。滅輪来ないか。さすがに。さすがに滅輪は無理っすね。どこに言ってんのお前ら、もう。けしからんな、本当に。けしからんのっておかしい。ドン。ああ、揺れた。揺れちまっただ。オーラは。そういえば、あれですね。もう、今年も終わりですね。今撮影してる日は、投稿する日の12月の、何日だっけ ?26。昨日がクリスマスだったので、12月の26ですね、今日は。あと今年も、6日ぐらいですね。1週間切りましたよ。なんだろう。あんまり受験生っていう感覚がない。自覚がない、あれでしたね。一年でしたね、今年は。今年を振り返ると、そうですね。非常にね、面白い一年じゃなかったもん。なんで今年の。まあ、けど動画のなんだろう。よーし。イェイイェイ、おいしょー。
動画のあの視聴回数が増えたりとか、まあ皆さんのコメントを読んだりとかいうのが一番今年は楽しかったかな。まああの来年もあのまあ動画出していくので、よろしければ見ていってください。よし、おお、すげえ熱輪が来ましたよし、まあいいや、熱輪は嬉しい、嬉しいっす。どうもありがとうございます。で、スタミナとなんか同じ。はい、まあ、というわけで、東野に満ちる競技でした。いや、イベルト久しぶりっす。そして、寒いんだなぁ。ハンターホットドリンク、ウプ主にも分けてくだせ。ふぅ。心拍数は元に戻った。よし。でも何剥ぎ取ってたんだろう。あんまり見てなかった。ははは。剥ぎ取りでもお前取ってたのかよ。This is a メツリン。Yeah。というわけで、メツリンが2つ来た。素晴らしい。ナイス、ハギ取り。久々にハンターハギ取り頑張ったんですかね。久々のモンハンだから。奮発しちゃいました。まあ、はい、というわけで、次回クエストは、おぉ、素晴らしい数の高難度が出てるぞ。次回は、決戦の砂原、やっていきたいと思います。まあ、皆さんからの リクエストは、決して全然忘れてるわけじゃないです。砂の国の風物詩や、カウンターバランスとか、この、カッカ撃発とか、この、静電ゲッチとかも来てるんですよ。カウンターバランスどこだったっけな、これ。これも来てますし、ね、まあ、答えて、もちろん行きたいんですけど、こういう、なんだろう、闘技場で二等クエストは、一人でやると、ま、大変なので、なるべくトラと一緒に撮影したいんですね。まあ、なので、トラとの都合が合い次第、撮影していこうと思うので、その辺までお待ちください。よろしくお願いします。はい、まあそれでは、今回もご視聴ありがとうございました。また次回決戦の砂原でお会いしましょう。さよなら。